私もやってまいりました。新入生歓迎を締めくくるイベント対抗戦、司会兼実況は私放送部長の宮住太一と、解説は2年1組の担任道楽宴先生に来ていただきました。つーかここ人多すぎて熱くね。なんで生徒全員集まってんだよ、普通サボんだろこういうイベントは。それでは早速対戦表をご覧いただきましょう。先鋒戦、まずは表ランキングチーム、生徒会副会長にして堂々の男子ランキング1位、獅子森総が。総が様ランキング、うるせえからあんまりさえずるんじゃねえ。続きましてお断り5の先鋒、転入したての助っ人1年生、プロフィールには全人類の妹と書かれていますが全く意味が分かりません。箱庭ゆらぎ、皆さんあなたの心の妹箱庭ゆらぎです、よろしくね。お前の兄ちゃんは俺だけだ。なんか別にチーム名決めなくてもよかったな。それより最初はどんなバトルになるのかな。では道楽先生、お好きなパネルを選んでください。んー、じゃあくびり殺しの9。はい、それじゃあ9番ドン。それでは先鋒戦レディーゴー。なるほど、このドアを使って自由に演技しろってことか。よー、今帰ったぞ。だはは、今日も大物だったぞ。おっと、これは釣りから帰ってきたワイルド系なお父さんだ。持っていないはずなのに手にカジキマグロを抱えているのが見える。すごい演技力だわ。さあこれをどう受ける。お兄ちゃん、もう12時近いよ。え、こんな時間まで何やってたの？お兄ちゃん、待て待て待て、俺はお父さん。うんうん、私に知らない匂いがする。はあ、女ね。いや、だから俺は女なんでしょう。これ演技なんだよな。そんなことどうでもいい。もしもお兄ちゃんが揺らぎ以外のものになるんだったら、そんなお兄ちゃんいらない。なんという引き迫る演技。箱庭揺らぎ、恐ろしい子。ストップストップ、実行委員会からこれ以上は倫理的にアウトとのダメ出しが入りました。これからがいいところだろうが。ということで先鋒戦、圧倒的な演技力により箱庭揺らぎ選手の勝利だ。よし、続いて次方戦です。表ランキングチーム、嫁にしたい部門でダントツのナンバーワン、超ドジっ子八幡風こなぎ。あの、私こういうの本当に苦手なんですけど、頑張りぼ。ああ、噛んじゃった。やわかぜ、燃え！続いてお断りチーム、ご存知 UOG の社長令嬢、やりたい放題のフリーダム、暴走少女 UOG 王家。やっはーい。UOG。それでは道楽先生どうぞ。あー、そんじゃニコニコ王城聖夜の25。はい、それでは25番、レスリング対決だ。それでは地方戦、オイルレスリング、レディーゴー。いくよ、コナギタいただきだな。AO 戦に行け、アンパンやすっせ。お、ちょうどいい、コーラありますか。70なやすっせ。で、何やってんだショコラ。はい、今日は出番もなさそうですし、家計を支えるためにこうして売り子さんをやってるんですよ。へえ、見上げた心がけだけど、よくこんなに商品を用意できたな。ああ、みんな奏さん家から持ってきました。でもほとんど私が食べちゃいました。いや、じゃねえだろ、ふざけんなよ。あ、見て見てお兄ちゃん、フィニッシュみたいだよ。覚悟してね、コナギタン。ボタルラマジか。
だだだだ。おい、私としたことがミスっちゃった。ごめんね、アマッチ、大丈夫？ああ、特に怪我とかは。で、お前アマッチ、なんでそんなにブルマなんか見て。え？また見られた。幼児？校庭のど真ん中で体育座りをしているところを無事保護されたとのことです。しかし戦意喪失のためこの勝負危険とみなされました。よって次鋒戦、ヤワカゼ選手の勝利です。ヤワカゼビクトリー。気を取り直して中堅戦参ります。まずは表ランキングチーム。この人に至っては言葉の説明は不要。発目せよ男子諸君、霊華道をあやめ。いくらでも見るがいいわ、最低のゲス男ども。ドレッセリ発揮だ。頼もしってくれ。そしてお断りチーム。無表情から放たれる毒と下ネタは一部に大受けなのか。雪平フラノ、こんにちは。ファイトオツの伝道師、略してプライオツフラノです。それならプライオツの8番だな。はい、あだ名対決です。時間内に交互にあだ名を付け合い、より相手にマッチしたあだ名を付けた方が勝利となります。それでは中堅戦、レディーゴー。ダルンダルン。はあ、あなたのプライオツのあだ名だけど。それなら無表情女、年取ったら垂れそう、冷血女、すっごい頭悪そう、ムカつき女、乳輪広そう、ヒロってどこが悪いの。え、広いんだ広いんだ。脳みそ空っぽサイボーグ、ロボット女。今時タテロール、お前はマリー・アントワネットかよ。パイがないならオツを食べればいいじゃない。長すぎるわよ。じゃあ略してタテパイ。昭和の女、パイした汗ぼんだ。夏場は仕方ないのよ。汗ぼんだ汗ぼんだ汗ぼんだ。あなたの番だけど。無表情女。さっき言ったわ。じゃあ私の番ね。そろそろ決めさせてもらうわ。え？シリコン入ってる。わからないのなら英語で言いましょうか。シリコンインサイド。あ、入ってるわけないでしょ。そんなもん。あら、その反応なんか怪しいわね。これはパイオツ改めが必要ね。ちょっとあなた何を。やめ。残念ながら天然のパイオツね。シリコンじゃないんだ。シリコンじゃないんだ。シリコンじゃないんだ。この土まみ変態女。おっと、ここで試合終了のゴングだ。会場の皆さん、どのあだ名が良かったか投票カモン。決まった。中堅戦、土もみ変態女のあだ名をつけた霊華道あやめの勝利だ。惜しかったな。実質的には私が勝ったようなものね。実質的？彼女は私に大きな借りができたの。え、じゃあやっぱりあの胸は。だっておっぱいを大きく見せたいって悩みはよくわかるもん。いよいよ副将戦。これを表ランキングチームが取れば1対3で勝利が確定だ。夢島先輩、次は絶対に落とせません。頼みます。夢島先輩。え？カラスが鳴くから帰りますって意味わかんねえよ。おっと、夢島カラス選手いきなりの失踪か。このままだと不戦勝でお断りチームの敗北が決定してしまうが。そういうことでしたら僕から提案があるんですけど、いいですか。はい、
表ランキングの副将吉原桃也選手どうぞ。このまま不戦勝では盛り上がらないでしょうから、僕が夢島選手の代わりを指名するっていうのはどうでしょうか。いいんじゃねえの。わかりました。お許しが出ましたので吉原選手指名をどうぞ。ありがとうございます。それじゃあ2年1組のショコラさん。私ですか。こんな生徒うちにいたか。学業補助ペットらしいぞ。誰のだよ。天草奏ってやつらしい。ほんじゃあ七面独星の7番。副将戦罵倒対決に決まった。制限時間内に相手を頼むぞショコラ。ここで負けたら後がないんだ。それでは副将戦レディーゴー。罵倒ってどうすればいいんですか。そうですね、自分が言われて嫌なことを言えばいいんじゃないでしょうか。そうですか、わかりました。お前今日晩飯抜きな。その大福食べたら家から叩き出すからな。お前は一生腹ペコでいろ。天草って最低じゃん。ショコラちゃんかわいそすぎ。あんな小さい子すぐにお腹いっぱいになるだろうに。これには深い事情が。さて対する吉原選手、一向に罵声を浴びせないが。参りました。は？僕には女の子を罵るなんて真似は死んでもできません。応援してくれた僕のハニーたち、申し訳ありません。いよいよ大将戦。これまでの勝負は2対2。この最後の一戦がそれぞれの命運を分ける。表ランキングチーム大将、皆さんお待ちかね。生徒会長にして女子ランキング1位、校内で知らぬ者はいない驚異のカリスマ、国脈院セーラ。繰り出される謎の機構は数知れず、浴びせられた女子からの悲鳴は学園一。お断りチーム大将天草奏で。予想していたとはいえ、なんという温度差。だがそんなことはどうでもいい。この勝負絶対に落とすわけには。選べ。とんでもなくつまらないダジャレを言う。何があってもつまらないと評判の排水口になる。こんな時に。わかったわかったよ。皆さん。おっと天草選手どうした。勝利宣言でも来るのか。ワニがいるからナイル川には入りたくないる。はい、やはりノーリアクション。いやいや、落ち着け、落ち着くんだ天草奏で。神や下僕どもは適当だし、ミッションの内容もふざけてるのばかりだが、一回でもミスったら呪いは二度と解けない。それはマジだ。ミッションをクリアするためにも俺はどうしても国脈院会長に勝たなきゃいけないんだ。はい、気を取り直していきましょう。いよいよ最後の戦い、先生どうぞ。最後だし初心に帰って一番でいいんじゃねえの。よくわからないですが一番。なんだ、何が来る。はい、じゃんけん。ちょっとまだ心の準備が。ポン。あらら、負けちゃいました。天草選手の勝ち、勝ちです。そして2対3でお断りチームの優勝が決定しました。これで終わりかよ。結論早っ。なんか盛り上がらなかったね。つまんない。そんなのどうでもいい。盛り上がらなくても勝ちは勝ちだ。会長、俺勝ちましたよ。だから。ええ、約束は守りますよ。今すぐに。え？はい、すいません。突然ですが皆さんにここで一つ重要なお知らせがあります。
対抗戦は最後がちょっと地味な感じになっちゃいましたので、代わりと言ってはなんですけど、刺激的な告白をしちゃいたいと思います。まさか私、国白院セイラはここにいる天草奏さんのことが男性として大大大好きです。何やってんですか？話してください。いやです。皆さん落ち着いてください。一旦閉めますので落ち着いて。天草さん、いいんですか？このままだと対抗戦終わっちゃいますよ。終わっちゃうって今それどころじゃないでしょうが。だいたいミッションはクリアし、これでオールクリアのはずなのにミッションコンプリートになってない。なんだ、何が足りない？わかっちゃいますか？ではこれにて対抗戦は。待った！あ、そこだ！はい、かなでさん。待ってろ、今そっち。そんなのダメです。男の子の告白は大声でですよ。なんて力だ、ここで言うしかない。そこだ、お前俺のことどう思ってる？奏さん、素敵です。